はい、皆さんこんにちは。今日は名古屋駅に来ています。今日は名古屋から大阪まで移動したいと思います。昨今旅行の需要が大変増してきておりまして、なかなか土日とかになると、特にこの名古屋と大阪ですと、バスや近鉄や新幹線といった移動手段がパッと思い浮かぶと思いますが、そのどれもがかなり混雑をしています。新幹線は、例えば窓側に急遽乗ろうとしたら座ることができない。バスも同様、隣に人が来ちゃうななんていう状況。一方で近鉄もこれがまたかなり混雑をしていて、特に名阪特急火の鳥とかっていうのはなかなか取ることができず罰になっているっていうのが一般的な大阪への昨今の状況となっておりますが、今回は皆さんにあまり知られておりません、土日でもどんな曜日でも基本的にはガラガラで移動ですることができる特別な名古屋から大阪への移動手段をご紹介させていただきたいと思います。いや、基本はガラガラ、いや、どれも結構混むじゃんという話なんですが、一体どんな手段を使えば混雑から逃げることができるんでしょうか。では今回もよろしくお願いいたします。さて、そんなお話をさせていただいた上でやってきたのが近鉄の名古屋駅でございます。今回は混雑回避で楽に移動するなんていう話をさせていただいているわけなんですが、その主役は近鉄になります。 JR の青春18切符を含めた普通列車で移動したら混雑とは今無縁なんじゃないかなと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。途中の米原方面で結構混雑したりしますので、なんとか指定席を取りつつ楽に行きたいわけです。でもご覧の通り、ここから名古屋方面、そして大阪方面に移動する場合は特急火の鳥をはじめとした名阪特急が中心となっております。このように大阪難波までは料金2860円、これが乗車券の料金となっていて、時々1000円台2000円台前半で株主優待券が売っているので、それを使えばかなり安く移動することができるようになっています。それに加えて火の鳥とかですとレギュラーシート、2130円だったり2830円、ゾーン5って言いまして、結構大阪に行く場合は一番高い特急料金になっていて、それでも新幹線よりは若干安い、ちょっと火の鳥のプレミアムにすると自由席よりは高くなってしまうんですが、とにかくかなり快適に移動することができます。で、そんな近鉄、時間がかかるので正直新幹線にとってみれば、ライバルにはならないのかなって思われるかもしれませんが、意外にもかなり混雑しているのが近鉄の、イメージというかなっていて、この火の鳥なんていうのは週末、先ほどお話ししましたようにかなり混雑をしています。なので、なかなか特にこのプレミアムシートなんていうのは急遽乗ることなんていうのはできません。はい、でここが近鉄の特急列車の時刻表になっていまして、だいたい1時間に2本、1本が火の鳥、1本がアーバンライナーを使って難波方面に行くっていうのが一般的です。それ以外に2本は伊勢方面に特急列車が出ていて、基本的にそれらの列車っていうのは大阪方面とは関係はないんですが、なぜかこの賢島鳥羽駅下側に難波の難や鶴橋の鶴、いや上本町の上なんていうマークがついていてっていうのが今回のテーマになっています。では早速近鉄の、混雑事情っていうのを皆さんに見ていただきたいと思います。名古屋から大阪難波に向かうよっていうようにここで検索をしてみますと、こんな感じで火の鳥っていうのは出てきまして、あとはアーバンライナーっていうのも出てきます。これ撮影したのが平日になっていますので、正直ちょっと空いてる日にはなっていますが、このように急遽乗るぞとなった場合は三角マークになっておりまして、こんな感じで例えば一人で行こうとなった場合、一人掛けの座席なんていうのは、ほとんど埋まっているぞと。一方で後ろ側、なんとか一つは空いていますけども、なかなか厳しいねっていうのがこれでわかるかと思います。平日の夕方でこうなので、土日とかになったら満席になるよっていうのは容易に想像できるかと思います。その下になぜか6時2分、20時29分、一乗り換えなんて書いてはいますが、それはちょっと今回のちょうど置いておいて、一応アーバンライナーにもデラックスシートっていうちょっと快適な座席が残っていて、アーバンライナーにすると、そこそこ空いているかなっていう状況にはなりますが、しかし、一番早くは着きますが2時間と20分ぐらいで基本的には走っていくっていうのが一般的な印象です。
まあ、ちょっと時間をずらしたりすると火の鳥のプレミアムっていうのも丸になったりしまして、若干こう空いてる座席っていうのが増えてはきますが、まあ、でも乗ろうと思った場合に1時間待つのはちょっと厳しいんじゃないかなってことになりますので、今回は急遽飛び乗ったとしてもかなり快適に、まあ、楽に、そして混雑知らずで移動することができるよっていうのをテーマとさせていただきたいと思います。というわけで近鉄名古屋駅特急ホーム4、5番線にやってまいりました。このように目の前からは6時発の特急火の鳥大阪難波駅が出発しようとしています。この列車は津大和八木鶴橋大阪上本町と停車をしていきます。大和八木、夕方になると大和八木っていうのも停車をし、京都方面に移動がしやすくなっているのが夕方の火の鳥事情となっています。で、さっき丸と三角って話をさせていただきましたが、丸って言っても新幹線の丸もですね、丸って書いてあっても結局 B しか残ってないじゃんというのはよくよくあるんですが、こんな感じ、混雑事情を見ていくとところどころ窓側開いてはいますが、基本的にはほぼ窓側っていうのは埋まっていて、この、まあ、他の部分が埋まってきちゃうと通路になるしかないなっていうぐらいの混雑になっているのがわかると思います。まあ、要は直前で火の鳥に乗っていこうとした場合、なかなか満足のいくような座席に座ることができるかっていうとちょっと厳しいんじゃないかなっていうのが普通列車になってもわかるのではないかなと思われます。火の鳥ってね、非常に快適ですし、これで新幹線より安いのであれば乗りたいって方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うので、火の鳥がデビューした影響は近鉄にとっては大きかったんじゃないかなと思います。そしてこの一番後ろ側、ハイデッカーになっているのがプレミアムシートになっていますが、こんな感じでプレミアムシートも、まあ、後ろ側はさっきご覧いただいた通りでちょっと怖いとはいますが、このように特急とかになるとほとんどが満席になっているような、そんな印象となっています。なので、まあ、急遽火の鳥に乗りたいと思っても思うように火の鳥に乗ることができない可能性があるよっていうのが近鉄特急の名阪事情となっています。なので火の鳥は今回は使わないわけです。じゃあ一体何を使うんだっていうのを次にご紹介をさせていただきたいと思います。ちょうどこのタイミング、左手側に6時2分発の伊豆川行きの名医特急アーバンライナーが停車をしています。ちょっとお火の鳥の混雑を見ていただいた中で、このアーバンライナーの混雑にも見て、混雑に注目していただきたいと思います。伊豆津川なので伊勢神宮に行くにはいいですが、大阪には全く関係がないかなっていう風にこれ見ると分かりますよね。で、いや、一応アーバンライナー先ほどご紹介しましたようにかつての名阪特急の主役ですので、2クラス制、一番後ろ側にはデラックスシートが付いています。デラックスシートの混雑はこのように、まあ、どこをとっても座ることができる、さっき指定席券売機で見た通りとなっていて、なおかつ前後基本的に人がいないところも指定できるようなぐらいの混雑になっていました。レギュラーシートの方も見ていきましょう。火の鳥はかなり混雑をしていましたが、こちらのアーバンライナーに行きますと、まあ全国も人がいないかなっていうところもちょこちょこあるかなっていうのは分かりますね。まあ火の鳥の後になっていて、桑名や四日市津方面にこれ停車、まあ津は火の鳥も停車しますが停車するようになっていますので、まあ、こっちを選択的に選ばれるよって方も多いのかなっていうのが分かると思います。では間もなく火の鳥が出発をしていきまして、ここで津川行きの LCD の表示をちょっと見ていただきたいと思います。火の鳥は出発したら2時間6分後にはもう大阪ナンバー到着、これが伊豆津川行きのアーバンライナーです。見た感じ停車駅も全く大阪には関係ありません。伊勢中川、松坂、伊勢市、吉田など書かれていまして、大阪は無関係そうに見えますが、なんと下側伊勢中川で大阪ナンバー行き特急に連絡しますという記載がありました。連絡ってなんだって気はしますが、一応なんとか、まあ一応これ乗り遅れたっていう想定をするのもありかなと思ったので手を伸ばしてみたんですが、なぜか連絡をするって書き方がしてあります。そう、今回の主役っていうのは名阪特急ではない、隠された名阪特急とも言えます。要は1時間に2本しか基本的に大阪方面に特急列車は走っていないと思われがちなんですが、実際は実質ほぼ1時間に4本列車が運転しているってわけですね。どういうことかって言いますと、火の鳥が出発した後のお伊勢さん方面の列車っていうのは実隠れて伊勢中川で乗り換えをすることができ、そして伊勢中川で乗り換えることでなんと大阪なんかに行くことができるという、
で、そうしますと実は混雑点々点っていうのが今回のテーマになっています。やっぱり当たり前ですが、乗り換えがない方が便利に決まっているので、そっち側を皆さん選ばれますよね。なのでアーバンライナーであったとしても土日だって結構混雑をするんですが、今回のように隠された移動手段を使えば混雑知らずっていうのはここから実践していきたいと思います。まあこんな駅メロが流れてきまして、僕はあの近鉄の駅メロ、これが一番好きで、この駅メロどういう時に流れるかって言いますと、名医特急、お伊勢さん方面の特急に乗る場合はこれが流れて、火の鳥は火の鳥オリジナルで、アーバンライナーの大阪行きになってくると、ドナウ川のさざ波っていうター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 タみたいなやつが流れるんですが、僕は特にねこのねあの大阪じゃなくて伊勢方面の音楽が結構好きだったりします。さあでは6時2分、火の鳥が出発して2分後にこの列車は大阪、近鉄名古屋駅を大阪難波ではなく五十鈴川方面に向けて出発をしていきました。アバライナー結構この列車はプラスという古い列車になっていますので、音も古いですし、こう2ハンドルになっていて、この機器類っていうのもかなりなんかこう古そうに見えるのが若干面白いかなっていうふうに思うんですが、果たして大阪連絡なんていうふうに書かれていましたが、どういうような形になっているのか、そして混雑度は一体どういうようになっているのかっていうのはちょっとね試してみていただきたいと思います。では早速今回の列車入っていきましょう。今回は一番混むであろうデラックスシートを使わせていただきました。まあ運賃の特殊な取り扱いっていうのもあって、それも後ほど皆さんにご紹介をさせていただきたいんですが、このように 2+1 の座席になっているのがこの列車の座席の特徴です。さっき火の鳥はめちゃくちゃプレミアムシートを混んでいましたが、こちらのデラックスシートであれば1人掛けでも2人掛けでもどちらもガラガラになっています。そして近鉄の名古屋を出発していきますと地上に出まして、地上に出ると左右両方とも楽しい電車の世界が広がっています。左側は JR の名古屋車両区が見えていて、あ、ちょうどこれは関西本線かなと並走をしていて、奥には HC85 系南紀や飛騨の列車が止まっています。この時右側を見ると近鉄名古屋にやってきた特急列車たちを見ることができまして、どちらも面白くなっています。またもう引退をしてしまいましたキハ85系ワイドビュー飛騨ワイドビュー南紀の車両が止まっていたり、ドクター東海と呼ばれる前面が黄色い車両なんていうのも止まっていたりします。でちょうどまあこれぐらいのタイミングで特急列車のアナウンスも流れてきてはおりますが、特に大阪方面に言及することなく普通に五十鈴川と行きとしてアナウンスが流れています。となると乗っちゃうと大阪方面のアナウンスが全くないじゃん、大丈夫かなって思われるかもしれませんが、まあ、それはもう全然大丈夫、後ほどそれについてはご紹介させていただきたいと思います。ではせっかくですのでデラックスシートの座席をご紹介しましょう。デラックスシートはこんな感じで赤色の座席になっており、可動式の枕がついています。まあ火の鳥のプレミアムとは全然違っているんですが、でも全然快適だよっていうのと、こんな感じでライトがついていて角度を変えることはできませんが、かなり明るい LED のライトがついています。リクライニングはなんと電動式になっています。電動式のリクライニングを倒すことでめちゃめちゃ快適に過ごすことができます。前後間隔もかなり広くなっていて、フットレストがついているのがこの特徴です。開いて靴を脱いで移動することができます。あの火の鳥のプレミアムシートはレッグレストありますが、フットレストはついていないので、まあ、ちょっとねそこで違うのかなっていう感じです。あとはコンセント、昔はコンセントがついていなかったので火の鳥一択でしょみたいな感じになっていたりとか、あとは今回のような移動する方法を使った方がコンセントあるよって話になっていたんですが、最近はアーバンライナーにもコンセントがつくようになりましたので、まあ、結構ね快適かなっていうふうに思います。あとは全席禁煙ではありますが喫煙コーナーがついていますので、まあ、近鉄としては結構タバコを吸う方にも優しくなっています。でテーブルです。テーブルはこんな感じでなんかこうブーメランみたいなテーブルがついておりまして、ちょっとこれはですね、あの名阪間で PC 作業をするには適さないかなっていう感じですので、まあ本当にアーバンライナー乗る場合はゆっくりくつろいでねっていう形なのかなっていうふうに思います。
まあ、この点火の鳥の方が作業には適しているかなっていうふうに思いました。窓は2つで1つになっていて、大きい側の窓の座席になれば火の鳥よりも大きな窓で快適に景色楽しむことができるようになっています。さあ列車ですが、もう早速名古屋を出まして木曽山線、揖斐川、木曽川、揖斐川、あとは長良川かな、を渡るとちょうど岐阜県に入っていきますので、三重県に入っていきます。まあ、新幹線とかで走っていけば三重県は一切経由することはありませんので、それは近鉄ならではかなというふうに思います。この川を渡っている時に左側の方を見ていますと、実はね、長島スパーランドっていう遊園地の景色、夜夜景とか結構綺麗だったりっていうのが見えるようになったりしています。このように速度は112キロで走っています。一部区間を除いて基本的には120キロが最高速度になっているんですが、このように120キロに迫るような速度で近鉄特急を走っていきますので、全然妥協なく走っております。火の鳥の2分後を走っていますので、火の鳥とどれぐらい対決できるかなって思うかもしれませんが、まあ火の鳥は全然ながらじゃないですが、停車駅いつまで停車をしませんので、例えば今この列車は桑名に停車をしようとしていますが、桑名だったり四日市だったり白子だったり停車をしていくので、まあ、ちょっとね、火の鳥にはかなわないかなっていう形になっています。しかしながら今回は大阪から、名古屋から1時間に2本しか大阪方面の特急はないけど隠れた列車があるよと話をすると、このように桑名とかになってくると1時間に1本アーバンライナー系統しか大阪難波に行くのって選択肢ないかなと思われるかもしれませんが、今回のような移動手段のおかげで桑名だったり白子だったりからっていうのを1時間に2本以上大阪方面に移動する手段があるよっていう、ある意味三重県の方にとってもありがたい移動手段じゃないかなっていうふうにも思います。その他列車内の設備ですが、火の鳥ですと自販機とあとはコーヒーコーナーがついていますが、アーバンライナーも車内販売はないものの、このように自動販売機がしっかりとついておりますので、自動販売機で物を購入することができます。要は車内販売がなくてもジュース買えることができます。できるわけです。ここはやっぱ新幹線とは大きく違うかなと思います。ただ現金しか使うことはできませんので、 IC カードで買えないっていうのがちょっと辛いポイントかもしれません。こんな感じでアーバンライナーの7番目なので07っていう風に書いてあって、ちょっと面白いですよね。上本町なんていう風にも書いてありました。あとはもちろん特急車両ですので、トイレ等々がしっかりとついていて、あ、壊れてますね。これはせっかくだから直しておきましょうか。あれ、なんかうまく直らないな。あらあら、ちょっとね、困っちゃったんですけど、でもちょっとね、空いてるのもさすがにあれなんで、いけた、よかったよかった。なんとかね、蓋を閉めることができました。よかったです。で、あとは横側におしぼりがついていて、せっかくなんで1個もらっていきましょうか。はい。で、こんな感じですね。まあ、特急列車の、いろんなね、他のものがついていて、まあ、今は主役は火の鳥とか島風になってますけど、アバライナーだってね、結構重要なんですよね。で、古い車両にはなっていますが、男性用のトイレもしっかりとついていますし、あとは、そうですね、トイレの方もなんとウォシュレットがついています。プラスっていう古い車両であってもウォシュレットがついていますので、ここら辺は本当に火の鳥とあんまり遜色なく移動することができるようになっています。さて列車はそんなお話をしていましたら妻でやってきました。火の鳥に乗車をすると名古屋を出ると妻で停車をしません。そのため停車とか到着時刻が6時44分となっております。しかし今回の列車津の到着時刻は6時52分でした。なのでこの段階で8分差、火の鳥と8分差です。出発時刻が2分ずれてるってことを考えると8分なんで6分、つまでなんですが6分も差がついちゃったよっていうことになります。やっぱり火の鳥ノンストップって大きいわけですね。3駅ぐらい余分に停車をするとここまで差がつくのかっていうふうに思うわけですが、しかしながら別に火の鳥と勝負だけではなくって大阪行きのアーバンライナーも普通にこれぐらい停車をしていくので、ここは別に差はありません。ちなみに Wi-Fi もしっかりとついておりますので、やっぱりこれも火の鳥とは大きく違わないんじゃないかなっていうふうに僕は思います。はい、ということで伊勢中川駅、津を出て次伊勢中川ですが、普段は伊勢中川って決して名阪特急使っていたら遅い側のアーバンライナーでも止まらないんですが、伊勢中川のアナウンスとなんとここでは大阪難波と言いました。大阪難波方面は乗り換えですなんていう風に言っております。なので火の鳥にうわ乗り換えちまった、次は30分後までしかないぞ
と思わずに、6時2分の列車に乗っていれば伊勢中川でなんと乗り換えができそうなアナウンスが入ってまいりました。はてはてと。でも乗り換えだって言ったってめちゃくちゃ遅い時間の乗り換えだったら嫌だなぁなんていう風に思うかもしれませんが、ちょっと車掌さんも肉声でアナウンスをしてくださっていますので、それ聞いてみてください。はい、聞いていただきましたか？すぐの連絡ですって言ってます。それも停車中断っていう話出てきましたね。まずちょうど右側はデルタ線が見えていて、このデルタ線右側に行くと伊勢中川を経由せずにそのまま大阪方面に行けるからめちゃめちゃ便利なんだよって話ではあるんですが、それはさておき、すぐの連絡であれば、まあ伊勢中川ちょっとここがデルタしてる分若干時間はかかりますが、なんか便利そう。そしてこれだけアナウンスをするのでね、意外と浸透しててもおかしくないんじゃないかなって思うんですが、しかしここまではガラガラで移動することができました。いや、そんなに便利でしょうか。ちょっと右側に着目しながら伊勢中川駅に列車が到着、到着時刻はなんと19時4分。あ、そして奥側見るとちょうど伊勢島ライナーが止まっていますね。で、なんとこれ、この列車の到着を待っていたかのようにドアが開きました。で、こんな感じで反対側、まあ乗り換えてって言ったんで右手側やってくると、確かに大阪難波駅と書かれています。これが横側で、このように見てみると確かに大阪難波駅、わずか1分。そしてそれもほら、このようにもうすぐに電車にご注意なんて書いてあるので、もう出発って感覚なんですね。はい、もうこれで終わり。はい、いや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 ね、あの西九州新幹線の武雄温泉をびっくりレベルの対面乗り換えが実現をしてしまって、僕がこれに乗ってさえすればもうこの先大阪難波までは1本で行くことができる。これなんです。実はもう1本あった名阪特急、隠された名阪特急並びにかなりガラガラで移動することができる名阪特急っていうのは、この伊勢中川対面乗り換えを使った乗り換え方法になっています。今の瞬間、あの奥側のアーバーライナーも両方ドアが開いていたので、伊勢中川駅電車を使ってほとんどこう長い区間が、なんと言ったらいいんでしょうか、こう通路になっているってちょっと面白い状況でしたね。はい、そんなわけでお互いこの列車っていうのも伊勢方面から来ている列車になっていて、伊勢方面から来た列車と名古屋方面から来た列車がここで合体というか乗り換えをして、名阪方面にかなり便利に移動することができるようにしているよっていうのが今回の列車となっています。これには驚きだったのではないでしょうか。そう、こういった移動手段がありますから、名古屋と大阪間火の鳥に乗り遅れたとなっても30分待たずにすぐ次の賢島方面の列車に乗ってくださいねっていうのは、これが理由になっています。ただもしかしたらですよ、この後やってくるアーバンライナーに抜かれてしまうかもしれない。そんなのはまた後ほど皆さんに詳しくご紹介をさせていただきたいと思います。ということで、何にもトラブルなくそのままスパッと伊勢中川駅わずか1分乗り換えで大阪方面に移動することができてしまいました。ちょうど右手側からやってくるデルタ線と合流をし、まあ、今回はデルタ線を使わずに大阪方面に移動することができたんですが、いやまあしかしデルタ線も、まあ、もう随分と昔にできたものなんですが、デルタ線がなかった時代はこんな乗り換えっていうのを結構頻繁に、そして多くの方が使っていたのかもしれません。しかしちょっと振り返ってみると、意外にも伊勢中川でこのような乗り換え手段を使ってる方っていらっしゃったような気がしますが、どうですか、皆さんはこの乗り換え使ったことがありますでしょうか。そして一日前ライナー、さっきから全面展望を見ていますが、こんな感じで全面展望を見るスポットがついているのが大きい特徴になっています。そしてここからも同じく一番混んでいるであろう設定でデラックスシートを使っていきたいと思います。うわー、デラックスシートを2本も乗っちゃって、まあ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 めっちゃ高いやんと、大丈夫かいって言われてしまうかもしれませんが、実はこれ大丈夫なんですよ。で、座席自体はこんな感じで、やっぱり結構ガラガラで、窓側であっても通路側であってもというか、どちら側 2+1 になってるんですが、どちら側でも選び放題になっています。
で特にこの伊勢島ライナーとかっていうのは大阪方面に、特に名古屋大阪名阪特急で伊勢島ライナーはもう今使うことはありませんので、基本的には大阪に行く場合は縁がない列車っていうのがこの車両になっています。しかし伊勢島ライナー、今からご紹介しますが、かなり快適な車両になっていまして、この車両に少しでも、まあ、乗ることができながら大阪方面に行けるっていうのが正直結構いいポイントなんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。前側は3色 LED になっていて、でも Wi-Fi はついているので火の鳥と遜色ないとは言いませんがになっています。で何よりこの列車の座席、まあ、下側もこんな感じで絨毯になっていまして、まあ、足元もそこそこ広く、そしてフットレストも同じくついているよっていう形になっていて、この絨毯はなんかこう全体的にすごい温かみがあってかなりこう豪華なんですが、こんな感じで前側見ると同じくコンセントはついているわ、サロンカーなんていう面白い列車もついていて、なおかつ自販機コーナーなんていう風にも書いてありますので、あ、じゃあまあやっぱり快適なんだなっていうのが分かりますね。でなおかつさらに快適ポイントが、コンセントは前側ではなく、なんとですね、肘掛けの中についています。なので長いコンセントのコードを持っていなくても充電することができるよっていうのが僕は大きいんじゃないかなっていう風に思います。はい、であとはこんな感じ、リクライニングも結構倒れるようになっていて、アーバンライナーと違って上側に読書灯ついていますが、横側に読書灯はついていない。また電動リクライニングはしないよ座席なんですが、この座席かなりふわふわになっているので僕は結構好きなんですね。あ、でも可動式枕もついていないっていう。ただなんかなんとなく座席は九州787系ツバメっていうと怒られちゃうかな、リレーカモメの車両の、グリーン車に似てるような感じがします。はい、でこんな感じですね。すいません、読書灯はやっぱり上側もちょっとなかったっぽいですね。窓っていうのも2つで1つなんで、かなり大きな窓になっていて、そして机ですが、机はこのように肘掛けにこのようなテーブルがついていて、やっぱり PC 作業にはちょっと適してないかなっていう形になっております。はい、まあでもなんだこう移動を快適に過ごそうねっていうことを考えたら結構ベストな選択肢なんじゃないかなっていうのが今回の移動です。なので普段普通は大阪方面はアーバンライナーもしくは火の鳥しか選択肢がないんですが、このように伊勢島ライナーも選択肢に入れることができる。あ、これは偶然です。別に伊勢島ライナーを選んでるっていうよりはただ偶然だったんですが、っていうのが特徴になっています。で、まあ、こんな感じで青山トンネルっていうのもこの列車は走っていくわけなんですが、まあ、結構ね当たり前ですが特急ですので速度を出すことができます。この青山トンネル内ですと、方向によりますが130キロ出してもいいよっていうものになっていて、それ以外はだいたい120キロぐらいで走っていくんですが、ここでもだいたい110キロぐらいでこの列車は走行をしていました。やっぱり特急ですので手を抜くことなくかなり猛ダッシュして走っていくよってことで、まあ、そうなってくると一体大阪難波に何分に到着するのかっていうのも気になってくるとは思いますが、まあ、こんな感じで特急列車らしくビュンビュンと走っていきます。こんな感じですね。乗車車両の位置って書いてあって、大阪、京都、名古屋方面が全部同じ方面に書かれております。そういう意味でもこの列車が大阪と名古屋を結ぶ列車じゃないんだなっていうのがよくわかるのではないでしょうか。確かに名古屋でも大阪でも見ることはできるんですが、そこを押さないでいないのでなかなか乗る機会が少ない。正直伊勢島ライナーには乗ったことないよって方もこの動画見てくださってる方の中では多いんじゃないかなと思っております。でこんな感じ、普通に洗面台等々がついてはいまして、これも同じですね。火の鳥とかアーバンライナーと遜色がなく、そしておしぼりもついています。まあ1本お一人様って言われてるんですが、基本的にねこれ2本特急乗ったんで2本分もらってもいいんじゃないかなって気もしますけどね。はい、でただこの列車は一応トイレなんですが、ウォシュレットはついてはいないです。ウォシュレットはついていない代わりにウォームレットがついているようなトイレになっています。まあ、ちょっとここについてはねマイナスポイントかもしれませんが、でも座席があったかいだけでも十分いいんじゃないかなって気がします。あとはこんな感じですね。一応男性商用のトイレも今ついていますので全然問題はないかなっていうふうに思います。であと、まあ、さっきサロンなんて話をしたんですが、この列車ちょっと面白いポイントがありまして、サロンっていうね座席がついています。どういうことかっていうと、こんな感じで向き合いながら4人だったり2人であったりで使うことができる座席です。リクライニングをすることはできないので、ちょっとそこはマイナスポイントかもしれませんが、でもコンセントはついていて大きなテーブルがついていて、荷物棚も別途用意されていて、窓がめちゃくちゃ大きいのでかなり快適に使うことができる。グループの方にはおすすめですね。はい、まあただなかなかここ売り切れで出ることが多いんで、ここもね取るのは大変かもしれません。まあ、でも大阪と名古屋間の移動でこういった半個室みたいなのを使うことができるのも面白いのではないでしょうか。まあ、伊勢島って名前ありますように、この列車は島スペイン村に向けた列車になっていますので、島スペイン村の案内があったり、現在はもうないんですが、昔はシーサイドカフェなんて書いてある対面式の
なんかこう販売所、多分手前は星崎かなんかの冷蔵庫だと思うんですが、なんていうのもあったんだよっていうのがちょっと面白いポイントなんじゃないかなっていうふうにも思います。でさっきちょっとねご紹介はできていませんでしたが、このようあできたんですね、こちら側の普通列車の混雑度ですが、意外と普通座席は混んではいましたね。ただあくまでこれ一つ抽出しているだけでしたので、全然窓側っていうのは選べるような号車っていうのもありました。まあ意外とねデラックスというか普通席の方が混んでいるっていうのが伊勢志摩ライナー、まあ範囲特急っていう言い方をしますがの特徴になっています。こんな感じです。ほら号車を変えれば窓側どこでも選ぶことができるようになっていまして、本当に混雑した時の名阪特急はアーバンライナーでもえらいこっちゃになっていますので、それから比べれば普通に座ることができるかなっていうので、やっぱりいつでもガラガラだよっていうのに少し今なんて言ったらいいでしょうか、根拠になったのかなっていうふうにも思います。そしてこれですね、同じくやはり自動販売機がついていまして、やっぱりここでも購入することができるのと、料金もめちゃくちゃ高くはありませんので、現金しか使うことはできませんが、車内販売はないものの、どの車両に乗っても快適に過ごすことができるよっていう話になっています。まあ IC カードをいつか対応したらいいなとは思いますが、 IC カードが対応する前にこの自販機がなくなっちゃうんじゃないかなっていうちょっと不安もありますね。今回は大阪と、伊勢方面結んでいますが、四日市がこっちは管理ですね。さっきのアーバンライナーは上本町って書いてあったんですが、こっちは四日市って書いてあるようです。でこの列車もやっぱり火の鳥とは違いますので、伊賀神戸だったりとか名張だったりに停車をしていきます。そういうところでやっぱりね火の鳥と比べれば時間的にはロスしてしまうよっていうポイントにはなっておりますが、まあでもこれは名阪のアーバンライナーも伊勢中川は通過っていうかね通過扱いかなになっているものの、縄張りとかには普通に停車をしていくので、本当に火の鳥じゃないだけで別にそんなにめちゃくちゃ速度が遅くなるよっていうわけではないんじゃないかなと思います。まあ、ただ列車によって停車駅は桔梗ヶ丘だったり榊原温泉だったり伊賀神戸だったり確実に停車をする駅はあるんですが、追加でおまけで結構いくつか停車をしたりもしますので、まあでもだからといって抜かれるってことはないんですけどね。はい、まあなんでそこについてはちょっと注意が必要かなっていうふうにも思います。でまあ、この列車ね結構音がいいっすよね。昔の列車になっているのでアーバンライナーネクストの音も好きなんですが、僕は結構伊勢志摩ライナーの音も好きだったりします。次は長野です。そして列車は19時56分大和八木に到着をしました。大和八木19時56分着で、さっき火の鳥も大和八木到着するよ止まるよって話をしたんですが、火の鳥は大和八木になんと19時37分に到着をしていたようです。なのでもうここで19分差がついてしまいました。はい、まあ、さっきね都度段階では6分ぐらいだったんですが、さらに差がついてしまって13分ぐらい追加で過ぎたことになりますね。まあいろいろと停車をしていたのでしょうがないかなっていうポイントにはなりますが、やっぱ火の鳥が早いんだなっていうのと、まあでもここまで一応アーバンライナーには抜かれていないのでやっぱり一番早いのかなっていうのがわかるかと思います。大和八木で、まあ、列車を出発したというかね停車をしたということになりますので、京都方面にも簡単に乗り換えることができるようになっています。はい、でまあ大和八木っていうのは奈良県になっていますので、まあ、奈良県に入ったっていうのが分かるのと、新幹線では奈良県は経由しないので近鉄ならではだなっていうのがこれで分かると思ったのと、さらには列車は知らないうちにこんな感じで、結構ねこの列車なんかラッシュ時に大阪に突っ込んで、ラッシュではないんですが大阪に突っ込んでいくってこともあり、途中でなんかあんまり大阪府に入った後で速度5移動とかの付近で出せないなんていう区間もあったりしました。まあしょうがないですね。まあでも別に抜かれるわけではないので、まあまあまあよしとしましょう。伊勢志摩ライナーも快適ですしね。はい、そんな話をしていましたら、いつも皆さんにご紹介している俊徳道駅あたりを通過すると進行方向左手側に矢部のハルカスが見えてまいりますと、いよいよ大阪です。この先は大阪三兄弟鶴橋上本町終点の難波と停車をしていきます。まもなく鶴橋に到着します。 JR 環状線はお乗り換えです。はい、というわけでアナウンス流れてまいりまして、まもなく列車は鶴橋到着。鶴橋では大阪環状線の乗り換えができるようになっています。鶴橋の到着時刻が20時22分ですから、名古屋を出てから20分ですね、2時間と20分で鶴橋に来たぞということになります。
まあ、この辺ですと、火の鳥だったらだいたい2時間ぐらいで来ちゃうんで、やっぱり20分ぐらいの差で鶴橋に来たよってことになります。今回は難波まで乗り通そうと思いますが、大阪方面に移動したいぞとなった場合は、ぜひこの鶴橋の方から、おっとちょうど右手側は火の鳥のこれ奈良行きっていうのが止まっていて、もしかしたらもうこの20分の間に難波から乗り返してきちゃったのかもしれませんが、まあまあそれはそれとしまして、大阪方面に行きたい場合はここから大阪環状線乗り換えていただくと結構格安で移動することができるようになっています。まあ、それについては以前皆さんに動画でご紹介をさせていただいておりますので、よかったら名古屋大阪の移動いくつかいろんな観点から取り上げておりますので、ぜひぜひご覧いただけましたら幸いです。なんか上側に今準急大阪難波駅20時20分が遅れていましたね。さっき列車が速度が落ちていたのはもしかしたら奈良線が遅延の影響があったからなのかもしれません。というかこの列車もちょっとね26分なんで若干4分ぐらい遅れておりました。はい、まあちょっとこれはトラブルの影響ということにしておきましょう。普段であれば20時22分に到着したよって話になりますが、これは奈良線が遅れていれば火の鳥だって遅れてしまいますので、ちょっとねおまけ要素って形になります。で、まあ、大阪線だけ走ってる列車であれば、上本町の方に行きますが、この列車はこの後は地下に降りていきまして、大阪、上本町、大阪、難波へと直通していきます。そう、間違ってっていうか気をつけたいのが、今回のような移動手段を取った場合、伊勢中川で、なんと大阪、上本町行きに接続してしまうっていう場合も実はあります。こうなってくると、難波に行くのに、ちょっと乗り換えが必要になってくるんで、そこは注意です。で、難波に向けて上本町行き乗っちゃった場合は、上本町で乗り換えるよりも、鶴橋の方が横のホームで乗り換えることができますので、あ、僕の乗る列車は上本町行きだ、でも大阪駅に行きたいわけではないよ、なった場合は、ぜひ鶴橋駅で降りて乗り換えることをお勧めさせていただきたいと思います。はい、ということで列車は大阪上本町にやってきました。上本町は近鉄のターミナルとなっていますので、地下駅は本当に2面2線でしかないんですが、地上駅に行くとまるで阪急の大阪梅田みたいな、そんな様子っていうのも見ることができるようになっています。今日は遅れてしまっているのでもう全然評価対象外ですが、一応帝国で行けば20時25分に大阪上本町に到着をしていましたので、名古屋からは2時間23分で到着をしたことになります。そして上本町を出ると、大阪の日本橋、近鉄の日本橋がありますが、日本橋を通過しまして、いよいよ終点の大阪難波に到着となります。なので結局ここまで抜かれることはなかったということで、そう、火の鳥に、まあ、乗り遅れてしまった場合、例えばアーバンライナーに乗り遅れてしまった場合、30分もしくはアーバンライナーからですと40分待つこともありますかね。待たなくても一番早く乗ることができるよっていうのがこの隠された名阪特急だったわけです。そして混雑知らずでデラックスシートに移動することもできましたので、非常に快適だったんじゃないかなと思うんですが、皆さんいかがでしたでしょうか。なんだかんだ言いましてこういった選択肢もあるっていうことで、近鉄といいますか本当にすごいなっていうのがわかると思うんですが、いよいよ終点の大阪難波駅に到着となります。大阪難波到着ですが、時刻が20時、帝国ですよ、帝国であれば20時29分、帝国であれば20時29分の到着ですので、名古屋からは2時間と27分です。普段の近鉄のアーバンライナー遅い側を使った場合は2時間と21分ぐらいで到着となりますので、乗り換えっていう手間があったりはしますが、わずか8分しか差がないよっていうことで分かりましたでしょうか。まあ、火の鳥からすれば2時間と20分火の鳥だと2時間6分ですので、だいたい20分ぐらいかな、誤差があるよって形になっているよってことで、無事に到着をしました。で、到着するともうすぐに神戸三宮行きの快速急行を次やってきます。これも阪神方面の列車がやってくるので、ホームを太さと開けなければなりませんから、そう、普通は終点となりますと結構ゆったりと準備することができるかなっていう話になるんですが、ちょっとねゆったりと準備をすることはできませんので、大阪難波まで移動される場合はもう上本町を出るぐらいですぐに準備をしていただくことがいいかなと思います。20時31分、ちょっと遅れてしまいましたね。まあでも普通に何とか到着をすることができたよということで、今回は隠された、そしてあまり知られていない、そしてかなりガラガラに移動することができる名阪特急を使わせていただきました。反対側は名古屋駅のアーバンライナー停車をしています。さすがにもうこの時間になってくるとあんまり混雑はしていなかったようです。で、もう到着した後この列車は横の阪神の桜川へと改装されまして、でまた次の運用に入っていくという形になっています。はい、ということで今回はまあ知らない、意外と知られていないとも言えるかな、まあでも意外と聞いたのでちょっとそれは今回言えないかもしれませんが、
名阪特急、もう一つの名阪特急、京都に乗り遅れても次を待たなくてもいいぞ、そしてガラガラに移動することができるぞっていう、そんな手段をご紹介をさせていただきました。区画を本当に旅行客の皆さんでかなり混雑している近鉄特急となっているわけではあるんですが、こういった別々の系統を乗り継ぐことによりまして、意外とついて、それもデラックスシートで快適に移動することができるなんていう、そんな話になっています。でも2つの特急を使うので料金かかっちゃうんじゃないかなって言われてしまうかもしれませんが、いえいえ、近鉄はなんと30分以内の乗り換えであれば料金合算して移動することができるようなんて話になっています。ですので今回はアーバンライナーとかなり快適な伊勢志摩ライナーのデラックスシートを使うことができたんですが、デラックスシート料金一括で乗ることができていますので、これもあってかなり快適なんじゃないかなっていうふうにもお話をさせていただきました。なので皆さんもよかったら、券売機でも最初ご紹介したように実は買うことができたりしますので、混雑している、どうしよう、でも座りたい、窓際で行きたい、でも直近だ、どうしよう、1時間待つのも嫌だ、となった場合は、ぜひもう一つの名阪特急で名古屋から大阪まで移動されてみるのはいかがでしょうか。はい、ということで今回動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。